はい、皆さんこんにちは、下田祐介です。今日ですね、皆さんがお金の話をするときによく、まあ、金利とか、利回り、あと利子とかですね、利息とかっていうのを耳にするケースがあるんじゃないかなと思うんですが、まあ、とはいえこうそれぞれちゃんと説明してくださいって言われると、あれどっちのことだっけとか、こうなんか不安を抱く人も多いんじゃないかなと思いますので、今日はですね、まあ、利回り、金利、そして利子、利息についてちょっと今日は分かりやすく解説していきたいと思いますので、ぜひ参考にしてください。それではどうぞ。ということで、今日はですね、この金利、利回り、利子、利息についてちょっとクイズ形式で分かりやすく解説していきたいなというふうに思ってますので、ちょっと早速問題からいきたいなと思いますので、こちらの問題をご覧ください。次の、クエスチョン1からクエスチョン4に当てはまる用語はどれでしょうというので、クエスチョン1、投資したお金に対して、利益の割合を示す数値を表現するのはどれでしょうかというので、まず1番で、クエスチョン2、ローンを借りるときに返済金額に大きく変わってくるものは借り入れ金額と返済期間と、あともう一つはどれでしょうか。クエスチョン3、お金を借りた場合に元金に加えて返さないといけないものはこれは何でしょうかと。で、最後クエスチョン4、銀行にお金を預けます。預けると、まあ、金額と期間に応じてもらえるものは何っていうので、まあ、今日はこのクエスチョン4、2なんですけど、答え合わせと解説はそれぞれ見ていきたいなと思うんですが、まあクエスチョン1から4でどのパターンだったら、まあこれは金利だとか、これは利息のことを説明してるとかですね、利子のことは、クエスチョンさんが説明してますとかっていうのをちょっと答えてもらえればなと思うんですが、まあちょっと考えていただいて、先送りしていただいても大丈夫し、ということで答え合わせいきたいなと思うんですけど、ちょっと考える方はここで一回止めていただいて考えてみてください。答えはこちらです。4つバーっと書いてます。まずクエスチョン1に関しては利回りのことを説明してます。で、クエスチョン2が金利のことを説明してます。で、クエスチョン3が利子で、最後に利息のことを説明してるっていうのが答えのクイズの答え合わせになります。じゃあ皆さんは、まあ、それぞれ違いを説明できるでしょうかっていうので、ちょっと、ここからですね、まあ、使い分けのポイントを見ていきたいなというふうに思いますが、まず、利回りに関して、まあ、投資額に対する、まあ、利益全体のこう大きさですね、一定規模、大体通常は、まあ、1年間の、利回りを表すケースが多いんですけど、基本的には一定期間あたりの平均利回り、投資に対してどのくらい利益が得られたかっていうのを利回りっていうふうに表現してます。具体的に言うと、例えばなんですけど、このチャンネルでもよく説明してるんですけど、不動産投資とかでよく使いますね。あと株とか投資信託とかでも利回り何パーみたいなリターンを目指していこうって話をするんですけど、よくやるのは、まあ、不動産投資のチャンネル見てもらったらいいんですけど、1000万円の不動産が売ってますと。で、これでその家を買った時に自分が一人貸しますと。そうすると、家賃が大体月8万ぐらい、まあ、年間約100万円入ってきますっていうことは、この時の利回りどのくらいですかっていうのを、まあ、簡単に求めるんであれば、まず家賃収入100万円を買った金額で割ります。なので100万割る1000万円で、それに、まあ、かける 100% をすると大体利回りが出るんですけど、まあ、この不動産投資に関しては、まあ、利回り 10% ですよねっていう表現をやっていきます。で、今定期預金とかってよくお話をするんですけど、まあ、0.01 とか 0.03 みたいな世界しかないので、不動産投資でじゃあ 10% もらえるんだったらすごいいいじゃないかっていうような話になってくるんですよね。なので、まあ、預金するよりもこう投資に回しましょうっていうのはまさにそこです。自分が、皆さんが、どのくらいのリターン、利回りを得られるかによって、昔はこの金利、いわゆる利回りが本当に高かったんですけど、預金だけでも良かったんですけど、利回りが下がってるので、こういう運用をしていきましょうというのが今の時代の流れになってますよと。なのでまず利回りっていう言葉を押さえていただいて、で、次に、金利ですね。金利に関してはお金を借りる人だから、例えば僕が不動産買うときに住宅ローンを組みますとか、家のローンを組みます、会社の事業のためにお金を借りますとかいうときに、借りたお金に対して元金に対して、まあ、追加でこう支払う金額の割合のことを言いますよね。不動産投資とかだと、まあ、3% 超えるとちょっと高いなっていう感じですよね。まあ、安ければ安いほど本当に 0% とかに近づいていくんですけど、まあ、今住宅ローンとかだと 0.6 とか安いとかありますよね。でも 1% ぐらいが通常だと思うんですけど、これが銀行の利益だったりするんで、あんまり安すぎると銀行からするとメリットがないし、高すぎると僕らからすると返済金額
だけ大きくなっていっちゃうのであんまり良くないと。だからリボ払いとかはこういう金利が高いっていうふうに言われてますね。特にリボ払いだと、ね、金利 15% とかあるので、まあ、この辺はやっぱり金利を見ながら自分でローンの組み方考えていかないよっていう最低限の知識になります。今度利子ですね、利子に関してはお金を借りた人はこれも借りた人なんですけど、借りた側が貸した側、いや債権者に対して元金に加えて払うお金のことを利子っていうふうに呼びます。なのでちょっとこの辺が金利と、利子の違いってなってきますよね。最後に利息、利息はどちらかというと自分が貸す側です。今までは金利とか利子ってこう借りた側のお話をしてきたんですけど、利息に関しては自分が貸して銀行に例えば預けるじゃないですか。でそれに元本を預けました、でそれに追加してどのくらい受け取れるのか、受け取れるお金のことを、まあ、利息っていうふうに呼びます。利回り、金利、利子、利息、若干微妙に使う場面と、意味が違うよっていうのをまず今日押さえていただいて、一応これらの用語を使い分けるポイントとしてこちらをご覧ください。でじゃあ2つあって、例えば利回りと金利に関しては割合のお話なんですよ。割合の話、例えば利回り何パーセントとか金利何パーセントっていうお話なんですよね。で逆に、利子とか利息って金額の話なんですよ。この金額で、いくらの利息がもらえるとか、いくらの利子をつけて返さないといけないっていうので、割合と金額で表現がちょっと変わってきてるっていうので覚えてもらうといいのかなと思います。利子と利息に関して言うと、まあ、借りた側がこう払うっていうのは利子なんですけど、で払う貸した場合だと利息っていう使い分けなんですけど、まあ、厳密にこう使い分けられてるわけじゃないです。なんか日常生活でこうちゃんとこの場面はこうだみたいなのは特段ないんですけど、まあ、僕らみたいなこう法律とかで例えば利息制限法とか、そういう法律とかの中ではこう法に沿ってちゃんと使い分けてるっていうケースもあるので、違いが分かってくると、まあ、皆さんのお金に対するこう知識だったりとかリテラシーが上がってくる、まあ、このチャンネルやっぱりそこが目的なので、こういう4つ、あ、言葉があったんだ、なんか聞いたことあったけど違いは初めて知った、でこれから使い分けていこうみたいなのも大事だと思うし、もちろん、ね、法関係で使うっていう人もいるでしょうし、いや別に法関係じゃないよと、法律関係じゃないけど、まあ、知っといて損はないよねっていうことで、ぜひ最低限の知識は知ってもらえるといいのかなと思います。で、まあ、こういうふうに知っていただくとですね、まあ、暮らしの自分が生活していく中での知識が高まっていったりとか、そういうところも豆知識がいくので、お金の理解度が深まってくると思いますので、ぜひ明日への知識に生かしてみてください。ということで、Twitter でもですね情報発信してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。また YouTube チャンネル登録の方よろしくお願いします。また会いましょう。